こんばんは。前回、動詞の接続形を使って、動詞と動詞を組み合わせた表現が可能だよという話をしましたけれども、今回はそれの続きで少し違うパターンを紹介します。例文を書きます。はう。たはやうた。 ささち,ちょっっと待ってくださいねサウ,サウトウはかた という疑問文です。発音記号をつけて一つ一つ見ていきましょう。1つ目の言葉「はう」と書いてあります。これは疑問文の最初において「何々かあか」イエスか「ノー」かで答えられる疑問文を作る時に使う言葉です。 その後に、えー、普通の文疑問文じゃない文を書けば成立するような使い方ですさてこれ他の文字が頭にもお尻もにもついてますけれどもこれは「高いやうたと読みまして完了形です動詞の完了形この最後のた が認証を表す部分で本体がこっちだというふうに、うん、読み取ることになります。これ後で説明します。意味は動詞の意味は「想像した」です。そして「た」がついているので。 あなたたは想像したといいう認証の情報がついてますさて何を想像したのかということでうんシンプルなケースであればこの他動詞の目的語がその後に来るはずですけど目的語としてこのでっかい塊があるということで接続詞の登場です。 アンという接続詞は動詞と一緒に使いまして何々しているということはするでいいですね。ん余計なことを書きました。何々するということみたいな役割になります。その後に動詞の接続形を置きますね。こ約運という動詞が来てますが、接続詞の後なので活用形は接続形のはずです。 だからやくうなと読みますこっちは接続形なので1文字目の「や」のところが認証を表します「や」から始まるので彼は何々するという意味の動詞この動詞は前回出てきたやつと同じで何々であるという意味です「あんやくうななんちゃら」ということで 彼がなんちゃらであるということを想像しましたかって聞いてるような疑問文です。ヤクーナの後を読んでみましょう。これが名詞句ですが、ここが本体。サウテという名詞で、意味は音。基本的な意味は音です。声という意味で使うときもあります。 この名詞に設備代名詞の「ふ」がついて限定済みになっていますこの設備代名詞の意味は彼のですね名詞「サウトが設備代名詞「ふ」によって就職されて限定済みになっています設備代名詞がついたらもうその時点で速攻で限定済みになります 彼の音、彼の声という意味、そういう意味の名詞句となっています。その後さらに別の言葉が書かれています。これはハーカザーと呼んで、このようといった感じでしょうか。 発音記号をちょっと注意が必要ですね時々しか出てこないこの縦棒の記号これは長い母音「あ」を強制的につけて読んでくださいっていう指示です「はーかザってなりますさてこれどれがどの言葉がどんな役割をしているのでしょうか「ヤクうぬ」「やくかここでは「ヤクうな」ですけど この動詞の後に名詞句というか名詞句がここにあってそして「はかだ」という言葉もあります。2つなんかありますこれ読み取り方としてはこのこっから先の「ヤクうな」から後の動詞文の部分動詞が最初に来てその後主語が来るっていうパターン。 動詞文の典型的な語順になっていることだと思うと、えー、彼の声の部分が主語彼の声は何々である こういうふうにこういう組み合わせになっているというふうに読んでそして最後の「ハーカザー」と合わせて彼の声はこのようであるうんこんなんであるっていうことですねなんかかしこまった日本語でなんて言うんですかね彼の声はこんなんですこのようですなんかこのようです かかりにくいかなこのようであるということ案がついてますのでねということをあなたは想像しましたかって書いてあります想像 全体の構造はこのようになっていましたこれどこで使われた文化というとナショナルジオグラフィックのツイッターの投稿であのマーモットっていうちっちゃいげっし類の動物がいるんですけどネズミでかいネズミみたいなやつですねそれの動画とともに書かれていた言葉です結構意外な鳴き声で鳴く動物なのでこの文がついてた書かれていたというわけです 読み方の方を書いておきましょう。はるたかいやったあんやくなさうとふはかざ。 か The. さっき言い忘れましたね。ここの彼の声の部分が主語だっていうふうに読み取ったので、書くは主格になりますね。主格ということは、ここ、ここのターの文字のところ、ここはバンマをつけてサウトフと読むことになりますね。 ここですハウタハイヤウタアンヤクーナサウトウハーカザと書いてあります私は発音をお教えする立場にありませんのでイントネーションとかは違うかもしれませんさて今回も前回と同じように動詞と動詞組み合わせて表現していて 接続詞の案が使われているそこは一緒なんですけれども前回と違うところは時制的に言うと完了と未完了が組み合わされているという点ですまあそれだけであとは一緒ですけどね <laughs> 動詞が2つ出て,る出てきてますので ちょっ一ししつ目「たかいあうた」って書いてありましてこれは「第五形ですね想像した」という動詞三五根は三五根読み取ってくださいどれとどれとどれが五根でとだと思いますか かとやとらむです。で、第5形です。まず、完了形元気が完了形なので、完了形からスタートしましょう。完了形の 第5形の動詞の官僚形の方はどう書いてましたっけこのような方でした語根とは関係なく最初に問答無用で「た」っていうのをつけてその後もう一つの特徴は第2語根を二重にするという点ですこのに 言のハ「はやらん」ランを流し込むと「タカいやら」となりましてこれをアラビア文字で書くとこうなりました「タカいやら」シャッターの記号が使われて やーの音が二重になりますよということが指示されていますこ,れが完了形この流れでこう,こうなっちゃったら未完了形も説明しないといけないですねそんなつもりじゃなかったんですけどやりましょうか えー、未完了形の作り方の大まかな流れは第1形と同じです第1形も第2形も第3形も第4形も第5形も大まかな作り方の流れは同じですその流れというのはえー、っと完了形を作っているこのアラビア文字の前に 認証を表す文字を1個付け足して作るとそういう流れですそれだけでいけるのかな彼はの場合何の文字を付けるでしょうかもちろん「や」の文字ですねこのスペルに「このや」っていうのを付けてそのまま書いたらどうなるかって このように説明してみましょうかで、読み方発音はどうなるでしょうかあんまり変わらない「あ違う違う違うた」あ違ち違うちょやたかいやう」一番最後はお決まりの「う」がつきます いや高い,いやる第5形なので、えー、さすがに次数が多いですけれども作りとしては非常に単純でこの中心部分のこっちの中心部分ここの母音の付き方が完了形と比べてほとんど変わってませんね。 最後だけ「う」がついて未完了形の動詞っぽい姿を示していますが至って単純第一形なんかよりも考えることが少ないですね彼は想像するという意味でやたかいあうということができますね私は想像するであればどうなるでしょうか 考え方は一緒です。一番初めの認証を表す部分を取り替えますので、もう早速アラビア文字で書きましょう。こうなりますね。文字がアリフなので、つながらないですが、構造は全く一緒で、あたかいやる。 これで私は何々を想像するという意味になります。はい。ちょっとあんまり予定になかったんですけども第5形の動詞の未完了形を紹介してしまいました。ということで今回は、えー、動詞と動詞の組み合わせだよ。完了と未完了の実制を組み合わせることも可能だよという例を見せまして意味は えー、彼の声が「こんなふうだってあなたは想像しましたか?」「たか」という疑問文でした、はい。今日はここでおしまいです。おやすみなさい。